これから起業してビジネスを始めるあなたがやってはいけないことがあります。それはホープマーケティング、楽観的なマーケティングです。ホープマーケティングとはどういったマーケティングなのか、それはですね、例えばあなたはホームページを作る、あるいは美しいロゴを作る、あるいはですね、そのホームページに載せる美しいプロモーションビデオを作る、その美しいプロモーションビデオを撮るためにビデオ制作会社に発注をして、そしてそこでその企業のコンセプトに見合ったプロモーションビデオを作る、それもじゃあその中に役者タレントを雇ってその中に演じてもらって、そしてそういった人たちを作る、まあこういったことっていうのは一見ですね、そういったことをやると美しいホームページができて、綺麗なホームページができて、で美しいロゴができて、あなたのブランディングがそこで向上して、ここでビジネスが始められる、ここからたくさんのお客様が自分のところに来る、そういうふうに思いがちです。でも実はそこは大事なポイントではないんですね。これはまずこれからビジネスを始める人が犯すすごくよく起こる間違いなんですけども、まず最初にやるべきことはそういったことではないんです。そうではなくて、一番最初にあなたがやらなければいけないこと、それは自分の見込み客、自分のリスト、つまりあなたのコミュニティを作るということ、ここからスタートしていくことがまず最初のステップなんですね。でこれはみんなですね、自分をよく見せたい、自分が美しくありたい、例えばじゃあ自分の会社のオフィスは美しいところで、非常に立地条件が良いところで美しいオフィスを持ちたい、もしかしたらあなたは秘書が欲しい、あるいは従業員が欲しい、そう思ったですね、最初のね、その事業資金、いろいろなところに投資をするかもしれません。でもあなたが一番最初に投資すべきはあなたのそういったビジネスを美しく見せることじゃないんですね。一番最初にあなたが力を注いでいかなきゃいけないもの、あなたが一番最初に投資をしていかなきゃいけないこと、それはリストを構築していって、そしてそのリストの人たちとコミュニケーションを取っていって、あなたの見込み客が求めている商品サービスを作り上げていくということ、ここが一番最初にあなたがやるべきことなわけです。でもしあなたがですね、一番最初に、もしかしたらあなたはまだホームページもない、会社のロゴもできていない、そういった状況かもしれません。でも実際はですね、そういったものというのはほとんどあなたの最初のビジネスの初期の段階では関係ないんですね。あなたにとって大事なのは、まずあなたの商品サービスを受け取ってくれる人が誰なのかということをしっかりと特定する、そしてそのあなたの将来の商品の購入者になってくれる人、つまり見込み客、見込み客のリストを集めていくということ、ここが一番最初のスタートなわけです。でここをスタートしていって、でここでリストが集まってきますよね。そしたらそのリストに対して価値提供を行っていく、コミュニケーションを取っていくということです。でそこでコミュニケーションを取っていって、じゃああなたの見込み客が何を求めているのか、そういったフィードバックをもらっていって、そこであなたはどんなサービス、どんな価値提供がその見込み客にできるんだろう、そこを考えていきます。そして最終的に見込み客が求めているものをサービスとして提供する、これをやっていくことがその楽観的なマーケティングで、最初にホームページやあなたの会社のオフィスやそういったところにお金を投資して労力を費やしていくことよりもはるかに重要なわけです。ですのであなたにとって大事なことは楽観的なマーケティングをやることではありません。あなたがやるべきこと、それは戦略的なマーケティングをやっていくこと、戦略的なマーケティングをやっていくというところに意識を集中させてください。他のものはここはあなたがまず自分の
ビジネス、つまり自分のビジネスというのはあなたの見込み客とあなたの関係性を構築することです。ここがあなたのスタートです。もしあなたがここから自分のビジネスをスタートすることができれば、あなたは愛される商品を作って、そして愛されるビジネス、見込み客、顧客に愛されるビジネス、商品サービスを作っていって、そして長期的な強いビジネスを作っていくことができるようになります。今日も私のビデオを見ていただきありがとうございます。ぜひ私の YouTube ビデオに登録をしてください。またですね、Instagram、Facebook でも情報を発信しています。ぜひそちらにも登録をしてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。